五眼鏡に警戒したとき、たくさんの奇妙なものが水に漏れ、失われた。
次の訓練だ。人目につかずに動け。影に身を潜め、明かりを避けるのだ。気づかれないように部屋の向こうを横切るんだ。知らなかったろうが、再びお前に近づいて。
鋭利な金属をその目に突き立ててやろうと何もうその必要もなくなった。お前は自らの命を生み出した道具で命を絶たれた。法と法でと膨れ上がった市民の怒りでいなくなって清々した。数々の陰謀、お前のために何日も。決闘の始まりだ。時計の針は動いているぞ。こんな風に剣をしてたのか。命令に変わりはない。だがもはや関係ないだろう。奴の行く先は分かってる。俺の前に姿を現すと。全てを失ったか。ついに破滅だな。摂政伯爵、王室官庁、ハイラブバロー、くだらぬ印の者が。知らなかったか。再びお前に近づいて鋭利な金属をその目に突き立ててやろうと何だ。もうその必要もなくなった。お前は自らの命を生み出した道具で命を絶たれた。皇帝と膨れ上がった市民の怒りでいなくなって清々した。数々の陰謀と殺し、お前のために何人手にかけたことか。最後のは違った。あの女性は違った。できることなら有金を全て返したい。女王を手にかけてはならなかった。
全てを失ったか。ついに破滅だな、摂政伯爵、王室官庁、ハイラム・バローズ。くだらぬ小心者め、知らなかったろうが、再びお前に近づいて鋭利な金属をその目に突き立ててやろうと何度思ったことか。だがもうその必要もなくなった。お前は自らの命を生み出した道具で命を絶たれたのだ。法と法廷と膨れ上がった市民の怒りでな、いなくなってせいせいした。数々の陰謀と殺し、お前のために何人手にかけたことか。最後のは違った、あの女性は違った。できることなら有金を全て返したい。女王を手にかけてはならなかったのだ。